FM21 は地域に根ざした皆様のための放送局です。周波数 76.8MHz 浦添市前田丸産業ビル7階にて24時間お届けしています。皆さんこんばんは。2月23日木曜日、今晩も始まりました、ワンルームの時間でございます。本来でしたらここで、メインのパーソナリティであるボディテドコンさんが話すところですが、ただいまボディさん東京に出張に行っております。なので代役を私 HK ですね。HK 久しぶりにゆうくりが担当させていただきます。よろしく。なんか HK さんと声が似てるんですけど。あれ HK さんどこ行っちゃったんですかね。すみません、ちょっとわかんないですね。だって知り合いなんだから知ってるでしょ。ちょっとわかんないんですよ、会ったことないもんで。会ったことないのに知り合いな。まあ。今晩も私ゆうくにと。はい、まあ久々にちょっとまともなラジオネームでタカがお送りいたします。今晩もよろしくお願いします。お願いします。いやー、はい、今日って2月23日じゃないですか。そうですね。今日って何の日かご存知ですか。2月23日、今日は何の日。今日は皇太子殿下のお誕生日なんです。はいはい。今日朝からニュースとかで皇太子殿下の言葉が流れていたりですとか、まあそういったのがありましたので、皆さんご存知だと思うんですけども、はいはい、今日2月23日って予定通り行けば、2年後には、天皇誕生日になるんですよね。ああ、そうですね。現在の今上陛下のお御代が、平成30年の末までっていう予定となっておりまして、で、2年後の1月元日から、今の皇太子殿下が天皇陛下になられる予定、になってますので、まあ、次の次の2月23日は、天皇誕生日になるんですね。そうなりましたの祝日も変わりますので、でね、今から覚えておくと。まあ、毎日、平成30年までのどっかの時点で、今の今上陛下が、崩御されてしまった場合は、変則的になるんですけども、再来年の2月23日からは天皇誕生日ということで、そうですね。覚えておくといいと思いますね。そうですね。で、あと、昨日って何の日だったか覚えてますか？昨日は、2月の22日。2月の22日です。なんか、猫の日っていうふうになんか言われてましたね。にゃーにゃーにゃー。そんな鳴き声する猫いたら怖いんですけど、竹島の日ですね。まあ、猫の日も、当たってるっちゃ当たってるんですけども、じゃあなんで2月の2日が猫の日じゃなくて、なんで22日が猫の日な、同じ2が2つ重なってるのにっていうところもありますけども、まあ、竹島の日ということでですね、明治38年のこの日に竹島が正式に我が国の領土となったんですね。そうですね。これは国際当時の国際法上の正式な手続きを経て、どっかの国から侵略して奪ったでのアクテの正式な手続きを経て、竹島が我が国の領土になった
日であるんですね。そう、そうですね。まあ、昨日、あの、島根県の方では県主催で、竹島の日の式典が開かれていたんですけども、あの、政府主催の式典って行われてないんですね。ああ。まあ、この2月の20、今、竹島って、韓国に、不当に占拠されている、まあ、あの、侵略された状態で、まあ、日本人が行けないところになってしまっているんですけども、やはりそれだけに、竹島のことについて、正しく知ってもらうためには、政府主催の式典が必要だと思うんですけども、HK さんどう思いますか？HK に関わりまして、ユークニが答えるとしますと、そうですね、こういう式典っていうのは、まあ、もう竹島じゃなくて、まあ、他にも北方領土だったり、まだ尖閣だったり、いろいろあるんですけれども、やっぱり政府が、そういう式典に、式典主催したりとか、政府の要人の方々を出席させたりとかっていうふうにやって、やることが、その日本としての意思表示になるのかなと思いますね。まあ、式典を政府主催で行えば、まあ、島根県主催の式典もメディアで取り上げられてたんですけども、政府主催の式典をやれば、メディアももっと大々的に取り上げてくれる。まあ、沖縄のメディアはどうかどうか知りませんけども、はい、まあ、内地のメディアだったら間違いなく取り上げてくださることでしょう。あと、まあ、ちょっと話、日遡ってみますと、2月の7日。はい。これは何の日ですか？ 2 月の7日。同じく領土関係の日なんですけども。2月の7日。ええ。北方。あ、そうですね。北方領土の日。北方領土の日は政府主催での式典があるんですけども。そうですね。同じ領土なんだから、まあ、北方領土の日は式典やるのであれば、竹島の日は式典やらないっていうのは、これはどう見ても整合性取れませんし、そうですね。で、あと、これだけ、領土に関わる、まあ、記念日と言ったら、あれです。記念日にはなってないんですけども、まあ、そういった日が、重なっていることもありますので、これ自分、前々から思ってたんですけども、2月を、領土教育月間と定めて、ほうほうほう、2月は、まあ、小学校の家庭ではちょっと難しいと思うんですけども、まあ、中学、高校で、竹島ですとか、あと北方領土、あと尖閣も含めてですね。そうですね。はい。領土、それらの領土が我が国の領土になった、経緯ですとか歴史、それから今、現状を、きっちりと教えるっていう、そういった、月間、月にすべきだと思うんですね。まあ、中学、高校ですと、まあ、1、2年生では、まあ、そういった教育を行うことは十分可能ですし、まあ、3年生になると、まあ、受験とかも あって、なかなか難しいとは思うんですけども、特に高校なんかは。そうですね。でも、1、2年生のうちで、これをしっかり教えておけば、もっと領土に対する意識っていうのは高まると思うんですよね。そうですね。もっと、領土について、認識が深まればいいのかなと思うんですよ。で、何年か前に高校生を対象に、まあ、世界地図を出して、はい、日本の領土をペンで囲ってくださいっていう、まあそういったテストをしたところ、なんとちゃんと日本の領土を正確に囲うことができた人が、全体の 7% しかいなかったっていう。あらー。そういった結果もあるんですね。やっぱり学校でこういった領土のことについて全く教わってないってわけじゃないんですけども、まあ地図のようで、北方領土は、国後、択捉、歯舞、諸島、色丹島がありますくらいの、そんな程度しか教わらないっていうことで、ことになってしまいますと、やはりそういった、さっき言ったテストの正答率になっても仕方ない面はあると思うんですね。そうですね。まあこれ、こんな状況だと、これ外国だったら絶対考えられないことで、はい、まあ日本人として恥ずかしくなるだけだと思うんですよね。まあ、まあ、外国の方々とかも、もう、歴史とか地理とか、しっかり勉強されてから、日本に来る人は、
自分の国のことをしっかり勉強されているというふうに思うんですよね、どなたも、だから外国の人は自分の国ってはどんなものか、どんな歴史があるのかとか、ちゃんと言えるのに、日本人がその地図で自分の領土をどこからどこまでかっていうのを言えないっていうのはなんか悲しいですね。そうですね。まあ今これ高校生のテストの例挙げましたけれども、彼らが大人になった時に、例えば中にはまあ外務省いるかどうかわからないんですけども、まあ外務省までは行かなくても、まあ結構まあ公務員とかで、上の地位に行ったりですとか、あと、まあ、会社なんかでも、まあ、将来的には、まあ、どんどん地位が上がっていって偉くなるんですけども、そういった段階になった時に、まあ、日本の領土を正しく知っていないとなると、これ、外国に付け入る隙を与えてしまうっていうことにもなると思うんですね。そうですね。特に公務員でこういった方が、どんどん多くなってしまうというのは、かなり危ないことなんじゃないですか。その辺、その辺のことがあるから、やっぱり教育っていうのは国の土台だっていうふうによく言われますよね。まあ教育といっても、まあ道徳ですとか、まあ教科以外のことを教えるのもそうなんですけども、やっぱり自分は領土のこと、これをやっぱりしっかり教えないといけないと思うんですね。なぜなら領土というのは国を成り立たせる三要素の一つである以上、そういった大事なものを教育で教えないっていうのは、まあ自分は間違っていると思いますので、まあ、その間違いを打開するためにも、2月は、領土教育月間として、まあ竹島、北方領土のことについて、まあ重点的に学んでいくという。そうですね。領土だったらもう、その北方も竹島もですけど、まあ尖閣とかも、まあ、沖縄とかだったら特にその辺のことも、しっかり学ぶ機会があればなと思いますね。そうですね。まあ沖縄からだと北方領土っていうのはすごく遠いところのようなイメージはあるんですけども、さっきから話が上がっているような尖閣、まあ尖閣は北方領土みたいに外国人が住み着いてしまっているわけじゃないんですけども、中国船による領海侵犯なんて、それこそ日常三時的に起きてるわけじゃないですか。そうですよね。まあそういった中で北方領土にして竹島の領土にしても、これ日本の領土である以上、日本全国47都道府県同じように教えていく必要があると思いますね。そう。まあ沖縄には浜比嘉島から来ている方みたいに、自分は日本人じゃなくて琉球人だって言ってる人がいるんですけども、まあどうせまあ定年退職して、まあ、若者に教育するっていう機会はないでしょうから。そうですね。まあそもそも人が若者とコミュニケーション取れるかっていうのもちょっと微妙です。そうですね。この間フェイスブックで、尾長知事に投票した琉球人は展望どう描くのかって、自分もその一人のくせにそんな投稿してましたからね。まあちょっと話変なとこ行っちゃいましたけども、はい、まあ本当に領土の大切さっていうのをもっともっと自分たち含めて認識する必要があると思いますね。そうですね。まあ2月となるとどうしてもバレンタインデーの方に目が行ってしまいがちになるんですけども、まあこういった重要なこともですね、まあしっかりちょっと目を向けていきたいなと思います。そう。はい。そう。その領土って言ってちょっと思い出したんだけど、まあ、数年前に教科書の問題っていうのがあったじゃないですか。教科書問題。八重山の教科書問題。まあ、移行者の公民教科書問題ですね。はい。問題じゃないんですけど、あれは。はい。あの教科書も、まあ、市販されてるものって読んで、そんなに読んでみて、そんなに何か変なのって疑問に思ったぐ
んですけど、ただちょっと惜しいなっていうのがあって、はい、あの教科書って表紙に日本地図が載ってる、載ってたんですよね。はい、でもちょっと沖縄の方がちょっと、なんか切れちゃってたなって。まあ、その点以外の、まあ、教科書の中身については、あの、さっき言った、あの、領土についてしっかり書かれておりますし、まあ、自分も四半本で読んだんですけども、まあ、これ、教育の場で使うことに何の問題があるのかなって思ってたんですけども、ところが反対派の人たちは、これはもうダメだ、ダメだっていうふうに言ってたじゃないですか。じゃ、その反対派の人たちは、この移行者の公民教科書をちゃんと読んだかというと、読んでないで反対してるんですね。大半が。そう。もう、教科書とか、問題、その新聞とか、左巻きの人たちが、問題だ、この教科書は問題だ、右傾化してる、戦争を賛美してる、とかって言うんですけど、で、じゃあ、その人た批判してる人たちっていうのは、じゃあ、こんなに問題だから、皆さん見てみてください。見てください。見てください。ひどい。見てくださいって言わないんですよね。市販もされてるんですよ。市販もされたり、まあ図書館とかに行ったら、ちゃんと見れたりする。それなりに、その気になって、調べ出したら、誰でも見れる機会は、ある。なのに、その見てから判断してください。見てくださいとは言わないんですよね。そういう教科書問題でも。まあ、要は食わず嫌いなんですよね、彼らは。まあ。なのに、物事の賛否を決める場合って、まあ、基地問題にしても、まあ、身近な、そうですね、道路建設にしても、その中身を知らないと、賛否なんて決められないじゃないですか。なんだって、そのものが、いいか、よしあし、よしあしを、そもそも決める前には、そのものは一体何なのか、中身ってどうなのかってのを、そもそも知らないと、賛否できない、判断できないじゃないですか。その見ないで判断するってこともすごい怖いことだなって。そうですね。これ野球に例えて言いますと、まあ、球審、まあ、キャッチャーの後ろに立っている審判が、ピッチャーの投げたボールを見ないで、ストライクかボールかを判定しているようなもんだと思うんですね。まあ、そうですね。これって本当にめちゃくちゃなことだと、はい、思いましたね。しかも竹富町では、この、移行者の教科書を使うことが決まったのは気に食わないと言って、別の会社の、教科書をなんか有志で買って与えたっていう、ことあったじゃないですか。これって法律違反なんですよね。吉井博之先生が指摘してたんですけども。そうですね。で、教育、子供たちに人の道を教える立場の人間たちが、法律を平気で犯すという、これは、本当に、これこそ一番、教育に良くないんじゃないかなと思うんですよね。移行者の教科書が戦争賛美してるっていう話さっきありましたけども、移行者の教科書のどこに戦争は素晴らしいなんて書いてあるんですかね。そんな記述がちょっと見当たらなかったですね。自分も読んだんですけども、特に公民の教科書なんかは、戦争がいいとか、そんなことは一言も書かれてなかったですよ。まあ、自衛隊の活動については書かれていたんですけども、はい、これは自衛隊は日々頑張って素晴らしいとかではなくて、まあ、自衛隊の日々の活動をありのままに伝えていただけなんですよね。そうですよね。ただこういった事実をありのままに伝えることに対して、それにケチをつける人たちがいるっていうのが、今の沖縄の現状を、になっているんですけども。そうそう。はい。それに異を唱えたのが、先週の土曜日、2月の18日に、宜野湾の方で開催されました、ニュース女子の真実。そう。という講演会ありましたけども、はい、これ、私と HK さんが、一番前の席に座って、ツイキャス、まあ、ボギーさんがボギーチャンネルで、
ネルで、ツイキャス生中継するということで、まあ、そのツイキャスを見張っていて、まあ、途中でちょっと障害が起きたりしないかどうか見張っていた、んですけども、はいはいはい、その一番前の席に座っていると、後ろの方って見えないじゃないですか。ですね。でも、時々ちらっと後ろの方を確認すると、それだけでも、お席が満席の状態だったのがわかるくらい、人で、待ってましたよね。そう、あの日。そうですね。あの日はもう席も埋まってて、もう聞いてる人の 目ももう何を言うんだろう何を言うんだろうって、もう目つきがすごく皆さん真剣でしたね。そうですね、話を聞き入ってるようなそんな感じすらありましたね。自分は沖縄で、まあ、講演会とか何度か参加してるんですけども、必ずヤジとかがあるんですよね。でもその今回はそのヤジとかも全くなく、はい、まあ、中には左系の方の視察もあったと思うんですけども、ヤジとか全くなく、もう皆さん話を聞き入っていたっていう。そう、そうですね。まあ、僕らこういったいわゆる保守系と言われる人たちの集会では、アチ系の人たちみたいに、まあ、意見の違う人が会場に現れたら、電子に来て帰れ、ブゲイルとか、そんなことを言って追い出すことは絶対してませんからね。まあ、逆にどんどん聞いてくださいよって感じですね。で、まあ、この講演会終わった後、まあ、自分は後ろの方の席を見て、まあ、どんな人が参加してるのか見たんですけども、まあ、結構初めて見るような、初めて見る顔の方が多かったですよね。まあ、玄ちゃんも、言ってたんですけども、中高年の女性の方が多くて、しかも初めて参加した人も多かったっていうふうに言ってましたから、改めて沖縄の真実に目覚めたっていう、まあ、そういった方もちらほら出てきてるかもしれないですね。そうかもしれないですね。で、あと、この日、まあ、土曜日の夜だったんですけども、まあ、駐車場がもうすぐ満杯になって、はいはいはい、本当にこの集会に対する関心の高さっていうのが、まあ、どこを見ても、ありありと伺えるような状況でしたよね。そうですね。で、この、まあ、ニュース女子の真実っていう、まあ、講演会なんですけども、これ、産経新聞と八重山日報が、結構詳しく、紙面に載せてくれていたそうですね。そう、そうですね。まあ、産経新聞は、ウェブ版と紙面に両方載せていて、八重山日報は、紙面の方で、はい、かなり大きく扱ってくださっていたんですけども、はい、沖縄のメディア、テレビで、この講演会のニュースは流れておりませんし、あと、沖縄日誌の方で、一つの新聞は、ウェブ版だけで報じていたんですけども、もう一方の方は全く報じない。ウェブ版で、はい、報じた方って、紙面ではなかったんですかね。見たんですけども、見当たらなかったですね。あららら。その、肝心のウェブ版もなんか消されちゃってる。そうですね、見たり。このウェブ版の記事が掲載されたのは講演会の次の日の日曜日だったんですけども、その次の月曜日に僕見てみたら、リンクが消えてたんですよね。なんでこんな、たった一日でリンクを消してしまうっていうことで、もう、淡々と本当に書いてるか、本当に淡々と書いてる感じだけれども、そういうふうに、伝えてるんだって、伝えようとしたんだっていう気持ちは伝わったんですよ。だけれども、それが消えちゃうっていうのは。もう完全なアリバイ作りですよね。しかもどうせ載せるんです、でしたら、もう消さずに残しておけばいいのに、そうですね。一日で消しちゃうから、アリバイ作りだっていうふうに言われちゃうんですね、結局。で、あと記事の中には、このニュース女子の真実の講演会の参加者が、約200名って書いてありましたよね。はいはいはい。でも実際会場は、席は230席用意されていて、それが全部埋まってしまっていますから、まあ、230名も、10の位を四捨五入すれば、約200名になるんで、
なるんですね。すね、ええー。まあ、こういった、分からない範囲、分かりにくい範囲で、参加数を、少なく見せるっていうところにも、僕は、姑息な意図を感じましたね。さっき、紹介した、リンクを1日だけで消したという、たところにも姑息なところを感じましたけども、こういった、左系の集会は、逆に、主催者発表と銘打って、実際の参加者の2倍、3倍は当たり前なのに、私どもの、こういったの、まあ、基地を容認する側の方たちが集会を行うと、参加する人数を少なく見せる。しかもさっき、紹介したような、本当に分かりにくいような、分かりにくいような形で、参加数を少なく見せるっていうのが、本当こそかなと思いますね。なんか、死者、もう、自分なんか都合のいい方法は倍掛け。都合の良くない方は、死者誤入して少なく見せる。そうですよね。あと、左系の集会でも、昨年の夏あたりから、はいはい、それ以前は、参加者人数を報じるとき、主催者発表で何人って報じていたんですけども、はい、昨年夏あたりからなんか主催者発表っていう文字が消えてた。まあ、これ、沖縄では結構の主催者発表であると、あ、これ、人数を多く見せてるなっていう認識が、若い人を中心に結構広まっているようなんですね。実は僕、この主催者発表という文字があるときには、人数を水増しされてるよっていうことを教えてくれたのが、まあ、沖縄在住の、僕と同じぐらいの年代の人だったんですよ。まあ、その時は、ある居酒屋の中で話してたんですけども、まあ、10人ぐらい集まっていて、他の人にも聞いてみたら、もうみんな、まあ、主催者発表とあるのは、まあ、参加数が水増されている証拠だっていうのが、いうのを、知っていて、自分びっくりした記憶がありますね。まあ、これ6年ぐらいの前の話なんですけども。はいはい。でもまあ、6年前からそういった認識が広がっているってことは、今はもっともっと広がっているかもしれないですね。そうですね。こういう発表とかやらないで、ちゃんと人数やるんだったらやってほしいですし、いつだったか、宜野湾でなんか、オスプレイ反対の集会やった時とかも、10万人ぐらいって。10万人。あ、それは。2012年。あたり。その、宜野湾市で集会があったんですけど、どう見たってなんか、1万人ぐらいだろうって言われていたんですよ。10万人って書かれてたんですよ。で、県内のバスとかをどんだけ集めてもそれぐらい集まるのって言って、でも言われてたんですよね。だから10万行かなくても人が集まったのはすごいんだから、その10万って何も多く見せようとしなくても水増しなくてもいいんじゃないかなって思ったんですよ。こういう水増しをやってると、じゃあ昔の20年前とかそれより前の集会はじゃあどれぐらい集まったんだ、その人数は本当なのかってちょっと疑わしく思えてきてるんですよね最近。特にそうですね、まあ、左系の集会では人数の水増しっていうのは常套手段ですし、はい、10年ぐらい前に同じ宜野湾で教科書、高校の歴史教科書から、まあ、沖縄戦で、まあ、軍による自決強制があったっていう、記述が削除されたことに抗議する集会が開かれたんですけども、まあ、その時も宜野湾のコンベンションセンターに11万人が集まったっていうことで、騒いでましたけども、まあ、実際は、まあ、2万人がいいとこだろうっていう、数えた人がいるらしいんですよね。はいはいはい、航空写真から。それを数えてみたら、どんなに多くても2万人は、2万人がいいところだっていうところで、はい。もう一つちょっと思い出した。4年くらい前に、屈辱の日っていう。あ、4月28日ですね。そうそうそう、はい。なんか最近はやってないんですけど。やってないです。あの時がなんかすごく屈辱の日だ、屈辱の日だ、屈辱にだって、
騒いでたような気がするんですけれども、で、あの時って宜野湾市の球場に6000人が集まったって言われてたんですよ、うん、で、その施設のホームページ見てみたら、その球場の収容人数って4000人なんですよで、その収容人数っていうのは球場のホームページに書かれていたっていう、そうですね、その施設のそんな簡単にわかるところなのにだから、こういうのがあると、昔のまでどんどんちょっと疑わしくなっちゃうんじゃないかって。報道、まあ最近ではもう新聞の部数とか減ってるとか、もう活字離れじゃないかっていうふうにも言われてるんですけど、もう分かる人たちはそういう報道する側のそういうやり方っていうのに、やり方ってどうなのよって感じてきてる。それがその売り上げとか購読部数とかいろいろ現れてるんじゃないかなと思いますね。そうですね。特に最近なんかは、何年か前から日経新聞が、まあ沖縄でも朝刊が明日から読めるようになっていることもありますし、あと日経新聞以外の全国紙でも、まあ産経新聞ですとか読売新聞ですとか、はい、まあそういった新聞が、こちらはまあ朝刊を読めるようになるのは昼過ぎぐらいからなんですけども、はい、まあ沖縄のコンビニ、沖縄県内のコンビニでも、購入できるようなところが増えているらしいですから、はいはいはい、まあちょっと朝、遅い時、特に休みの日とかなんかは、はい、何も朝一で新聞読むっていう必要がないじゃないですか、はい、そういった時なんかはじゃあ沖縄二社を読まずに本内地の新聞を読もうという、そういった人たちも出てきているのかもしれないですね。そうですね、まあ沖縄県内のコンビニで、まあそういった新聞が置かれてるとか、ところが増えているっていうことは、まあそれだけ需要も増えているっていうことですので、はいはい、沖縄西以外の需要っていうのが、まあ、朝刊を読めるようになるのは、昼過ぎからという、そういったデメリットはあっても、出てきているのではないかなと思いますね。そうですね。で、あと新聞といえば、はい、いよいよ4月から、八重山日報本当版が、そうですね。発刊されますけども、こちら、初回の購読予約数が5000部を超えたら、まあ、沖縄本島全域で、八重山日報が朝から読めるようになるっていうことなんですけども、ちょっとこれ、購読申し込みの方が苦戦しておりまして、はいはい、あと、4月の1日から本当版が発行されるっていうことなんですけども、はい、もう1ヶ月ちょいしかないので、もうぜひですね、この八重山日報、今の沖縄日誌に本当に不満がある方は、八重山日報本当版に、乗り換えてほしいですね。こちら、月額の購読料が2160円、税込み2160円。はい、沖縄日誌よりも月当たり1000円ほど安くなってるんですね。で、それだけではなくて、まあ、沖縄日誌の主な収入源になっている、沖縄県民の欠かせない情報となっている、お悔やみ情報。はい。こちらを、希望する方には、新聞を購読しているか否かに関わらず、無料で。無料？はい。掲載してくれるそうです。ただ、まあ、スペース自体は限られているんですけども、はいはい。身内の方で亡くなった人がいて、まあそのことをちょっと沖縄県にいる人たちに、まあ伝えたいという時には、無料で載せてくれるということは、それでも、かなりのメリットがあると思います。結構これ、すごい画期的なことだなと。そうですよね。思いますね。ええー。まあ有名人が亡くなった時には、黙ってても、まあ新聞に載るのに、一般の人たちが、亡くなった時には、新聞社にお金を払わないといけないっていうのは、これは、あっち系の人が大好きな言葉で言うと、もう差別っていうことになるんじゃないかなと思いますので、そういったところにくさびをっていうのが、八重山日報本当版になります。はい、で、こちら、内地にお住まいの方でも、申し込みが可能なんですね。はい、ただ、内地の場合だと、購読料が、送料がプラスされて、3670円になってしまうんですけども。3610円？あ、3610円ですか。はい。はい、
割高になってしまうんですけども、まあ、それでも、一般紙とそんなに変わらない、はい、購読料ですので、沖縄の、実際の沖縄の姿を知りたいっていう方には、本当におすすめの新聞だと思います。そうですね。で、これ、申し込み方法なんですけども、M プロジェクトというところに、ファックスで申し込むようになっておりまして、ファックス番号が、098-850-3067。繰り返します。098-850-3067番になっております。で、こちら、まあ、もし不明な点があれば、お電話での問い合わせも受けてもらっておりますので、今から申し上げるところに問い合わせてみてください。070-6599-6479、070-6599-6479番となっております。はいはい、ぜひ、ご興味のある方をですね、まあ、こちらからお問い合わせになって、購読していただければなと思います。あ、そうですね。はい。もう沖縄本島に進出してくるのがすごく楽しみですね。そうですね。これ自分も購読、まあ、申し込んでますけども、まあ、4月から新たな新聞が読めるなっていうのを今から楽しみにしております。そうですね。あ、なんかメールが来てるみたいので、あ、そうですね。はい、読んでください。メールがいくつかいただいております。ちょっと待ってください。もう全部読んじゃっていいと思いますよ。順番関係なく。じゃあ、読みます。ゆうくに様、うみえら様、改めまして、こんばんはんです。今日は、ボディ大佐、ボディ大佐不在とのことで大変でしょうが、いきなり無音で始まって、パソコンの前で突っこけてしまったところでございます。すいません。やはり、ゆうくにさん。あの仮面を装着しないと本領が出ないのではないかと。これはちょっと僕じゃなくて、ちょっと別の方に、お願い。鋭いとこついてきますね。次回、5月頃に伺いました際には、ゆうくに様に新しい装備を手土産に持って伺おうと思っておりますので、その時は、よろしくお願いいたします。あ、こちらこそよろしくお願いいたします。今のは、ボディ中佐でした。他にも、ちょっと待ってくださいね。あと、自分のところにも来ましたので。はいはい。特技が放送事故の HK 殿の、こんばんは。ところで、今宵は、テドコンドコが上京され、二方でね、ワンノウムイ、さぞ大変だと存じます。そこでリクエストですが、アニメ、獣フレンズのオープニングテーマ、ようこそ、ジャパリパークを二方でハイテンションで熱唱していただきたいと存じます。それでは、お体に気をつけられ、いつまでもご健闘であり、ご創建でありますことを願っておりますということで、これペンネームなんて言うんですかね。月の城に雪のうさぎと書いて。よく読めないんですけども。すいません。この歌知ってます？ようこそジャパリパークとかって書いてあるんですけども。すいません。ちょっとわかんないです。僕もわからないので。はい。却下です。あと、僕の名前正しく書いてください。以上です。変なの来てる。なんか、さっきから選んでるんですけど、順番にどんどん読んでいっちゃった方が。合わせの笑いののぼとけ、海枝さん。スマホでエロ画像を見る、HK さん。あ、これは、でも今日はメインパーソナリティだから見てる暇ないでしょ。ボディさん、こんばんは。あ、ボディさん、ちょっと出張行かれております。先週はスマホでエロ画像を見る HK さんのバレンタインチョコもらっちゃった20基準に往復絶倒した関東のオフィスでございます。さて、本日も情報が駆け巡る浮世絵界隈、某放送関係者が逮捕拘留中の某被告人に資金提供。これにはあちら界隈も大発狂のオンパレード。
辺野古では今日も発狂座り込みで工事車両の妨害行為、うるま市では某にぎにぎ候補が市長選挙ふぐりです自伝運動真っ最中、彼らでは琉球独立を主張する某おばあちゃんたちの発狂合唱団、この先沖縄はどこへ行くのでしょうか。ところで来月はホワイトデー、先週はスマホでエロ画像を見る HK さんは今こそチョコがもらえなかった悔しさをあだで返すチャンスです。そこでリクエストはスマホでエロ画像を見る HK さんのセリフで、俺にはホワイトデーは関係ねえ、あ、そんなの関係ねえ、そんなの関係ねえを、メジャー出身の小島よしおさんのものまで発給してください。ちゃんと振りも入れてね。HK さん振りも入れて、私とは関係ねえ、私とは関係ねえ。オフィスさん、これでよかったでしょうか。すいません。まあ、そんな感じで。で、次も来てますね。HK さん、ミエラさん、こんばんは。いつもボディーチャンネルで聞いてます。今日はボディーさんお休みなんで、放送事故だけは起きないことをお祈りしてます。もうすでに起きてます。ああ、ちょっとすいません。もう、始まってすぐからちょっと、マイクの出力、マイクがちゃんと入ってないって思ってしまいました。すいません。カータンでした。もう約束通りやってくれますね。次。二人でのオンエア、楽しく聞いてます。ありがとうございます。あれあれ、HK 仮面さん、マスクはいずこ。以前プレゼントされたレオタードは着用されたのでしょうか。スティッカムでチャットが盛り上がっております。放送を盛り上げてください。ペンネームゆうくにと決定。差し出しに南の島のトトロ。あとボギーさんから今僕のところにメッセージ来たんですけども、スティッカムチャット見てください、見てっていう伝えてって、あ、その間ちょっと自分告知したいイベントあるので、その間見ててもらいます。その間見てくださいって。はい、ちょっと個人的にお知らせしたいイベントがありますので紹介いたします。琉球古典音楽野村流音楽協会、舞踊治療研修部が行います第17回自主公演遠中のお知らせです。来たる平成29年3月12日、場所は金田文化センターで、行われます。会場が、午後1時半、開演が午後2時。で、入場料1000円となっております。こちらのイベントでは、三線の演奏ですとか、あと琴の演奏、笛呼吸の演奏などを琉球民謡を琉球民謡が披露されます。まあ、ご興味のある方はですね、ぜひ、こちらチケット、入場券は1000円となっておりますので、3月12日、日曜日、午後2時開演のイベントになりますので、カデナ文化センターの方にお越しください。で、問い合わせ先なんですけども、電話番号 090-5080-8287、090-5080-8287、こちらの琉球古典音楽野村流音楽協会の方にお問い合わせください。念のため、開催日、もう一度申し上げます。平成29年3月12日日曜日、会場が午後1時半、開演が午後2時からです。場所は嘉手納町にあります嘉手納文化センターとなっております。どうですか、チャット盛り上がってますか。あ、ちょっとマイクに入らないから、そこで喋ってマイクに入らないから、ちょっと読み上げるのはやめにして、あと、まあ、今日、本来、この番組のメインパーソナリティを務めております、テドコンさん、
今の東京にいるんですけども、これなぜ東京にいるかというと、明日、日本記者クラブの方で、記者会見をするそうです。で、先ほど紹介した、土曜日のイベントの、ニュース女子の真実にちなみまして、このニュース女子、1月2日に放映されたニュース女子の内容が、虚偽とデマに満ちた人権侵害番組として、新祖母さんがですね、BPO に訴えたんですね。で、これに、このニュース女子に出演したのテドコンさんですとか、あと、カナンファームの、与田代表、あと、カナハマサコさんと、あと、ケント・ギルバートさんがですね、明日、日本記者クラブの方で、記者会見をして、あの番組は、決してデマではなくて、真実を伝えた番組だよっていうことをですね、発表いたします。で、テドコンさんも予告してたんですけども、それだけではなくて、なんと沖縄では、絶対報道されない、真実、これを、紹介いたします。そうですね。はい、以前、東村の方で何が起きたか、辺野古の方で何が起きたか、平和運動と称賛されている方々が実際何をやっているのか、それを赤裸々に報告いたします。で、こちら日本記者クラブなんですけども、11時から記者会見をするそうで、こちらの YouTube の方で生放送されそうです。はい、日本文化チャンネルさくらというところが、この記者会見の模様を、YouTube で生放送するので、明日平日、お仕事ある方、多いと思うんですけども、お休みの方ですとか、あと時間が取れる方は、ぜひ11時から、チャンネルさくらの、YouTube ページの方でですね、こちらの記者会見をご覧ください。はい、で、日本記者クラブ、東京都内にあるんですけども、もし、こちらの方に実際に足を運べる方がいたら、日本記者クラブの方に、来てください。はい。さっき、ボギーチャンネルの方で、テドコンさんが、おっしゃっていたことなんですけども、こちら、実際に、この日本記者クラブでの、記者会見は、メディア限定ではないそうで、一般の方も傍聴できるそうです。なので、日本記者クラブに行った時に、テドコンさんの知り合いのものですけどもっていうふうに言っていただければ、日本記者クラブの方に入れますので、明日、はい。嬉しいですね。はい、明日、東京で時間取られる人が羨ましいんですけども、本当はい。ボディーガードがてらですね、こちら日本記者クラブの方に足を運んでいただければと思います。はい、で、こちら日本記者クラブの方は、入場する際、お名前を書く必要がありますので、もし、左の方がですね、偵察に来ようとしても、テドコンさんの知り合いですと言ったところで、嘘だということがバレますので、くれぐれも変な目的で、日本記者クラブの方に来るようなことはないようにしてください。はい、あくまで、テドコンさん、それからガナハマサコさん、カナンファームの与田さん、あと、ケント・ギルバートさん。この4方の話を真剣に聞きたいという方のみ、お時間があれば、日本記者クラブの方に足を運んでください。はい。もしかしたら、さっき日本文化チャンネル桜の YouTube ページで流れるっていうふうに言いましたけども、ボギーチャンネルの方でも、テドコンさん電波が良ければ流すかもしれないっていうふうに言ってましたので、そちらの方も、はい。そうですね。そちらの方も、ご確認いただければなと思いますね。ええー。あと、この、ニュース女子の真実の方で、実は、この土曜日のニュース女子の真実という講演会の中で、ガナハさん、テドコンさん、ヨダさんの3名の連名で、新スゴさんに公開質問と公開討論を呼びかけたんですね。はい。はい。で、こちら、公開質問並びに公開討論申し入れ状というのが今ありますので、それをちょっと読み上げたいと思います。はい。あなたは、新祖母さんに対してですね、あなたは、東京 MX テレビに対し、1月2日に放映されたされた番組、ニュース女子の内容が、虚偽とデマに満ちた人権侵害番組として激しく抗議し、BPO にも訴えている。我々は沖縄県に在住し、
真実に接するものとして、あなたの一連の行動を県民の誇りにかけて感化するわけにはいかないと考える。なぜなら、あなたこそが過激な活動家を現地高井に送り込み、違法行為を横暴した張本人ではないか。あなたの抗議は、地上波東京 MX テレビによって、自ら不法行為と虚偽が首都圏から全国に拡散するのを恐れ、それを阻止することが目的と断じられる。そのためあなたは沖縄県を日本の植民地といい、ありもしない沖縄ヘイトに論理をすり替えた。日本国民である我々沖縄県民が、在日朝鮮人たるあなたに愚弄されるいわれがどこにあるのだろうか。それでもあなたが自らの正当性を主張するなら、以下の質問に返答を拒む正当な理由はあるはずもない。速やかに、返答されたい。で、その質問内容が書かれております。1番、反対派活動家による、高井地域における違法な私的車両検問とその状態化についてあなたは承知しているのか。2つ目、反対派活動家が、高江地域の生活機関道路上に多数の車両を縦横に放置し、村民の通学、通勤、通院、作物出荷に、破壊的な損害を与え、何度も生活を脅かしていた事実をご存知か。3つ目、反対派活動家が、職務中の防衛局職員、機動隊員、建設作業に対して、日常的に暴力行為、ヘイトスピーチを行い、人権を侵害した事実をご存知であろうか。4つ目、反対派活動家による立ち入り禁止区域への、状態化した法侵入についてご存知か。5つ目、山城博司平和運動センター議長をリーダーとする活動家集団が、機動隊員宿泊を不満とし、隣接の当該ホテル入り口敷地内にて、脅迫による威力防業務妨害を行っていた事実についてご存知か。ということをですね、質問状を新須吾さんのところにお送りしまして、岸くもバレンタインデーである2月14日に、内容証明で受け取ったというふうに、そうですね、来てるんですね。はい。で、こちら回答期限が、2月の22日までとなっていたんですけども、昨日までとなっていたんですけども、ずっと返事がないそうです。あらららららら。ええー。しかもこの新須吾さん、なんか2月の15日を最後に、ツイッターの発信が途切れているそうです。ええー。新須吾さんがすごすご逃げ込んでしまった状態になっているということもあって、明日の、日本記者クラブの記者会見ではこの点について、厳しく、言及があるものと、あるものかと思います。それにしても、これらの、今読み上げた5つの質問なんですけども、はいはい、決して、きついことを聞かれていたり、ましてや、その、新祖母さんの、プライバシーを侵害するようなことを聞いていたわけでもないのに、はい、全く回答がないんですね。もう、高江に行く人は5万円を渡しますっていうのも、その、乗り越えネットって新須吾さんがやってる団体が、団体の方からもう大々的にネットとかでいろんな方面で、あらゆる方面で告知していたことであって、それを、ニュース重視が取り上げたから何なんだって思うんですよね。そうですね。自分たちが発信してたんです。はい、人たちが発信してたんですよ。ええー。はい。で、しかも去年の9月に、なんかナイチャー作戦とかいう、集会を開いて、そこで新須吾さんが、いろいろ演説しているところが、乗り越えのっての YouTube ページに、アップされていて、これ動画で見ることできるんですけども、その動画の説明ページの中にも、5万円を、交通費として5万円を支給しますというふうに書かれていたんで、これ自分たちから発信しているっていうことに対しては、何の言い訳もできないと思うんですよ。そうですよね。それにもかかわらず、これ5万円が、支給されるっていうことを紹介したことに対して、なんでこれ、激しく抗議して、しかも BPO にまで訴えているっていう。BPO? で、しかもこの BPO なんですけども、一旦はこちら、当事者同士での話し合いなさいっていうふうに、
あの、結論出したじゃないですか。はい、ところが、一転、その後一転して、この新宿さんたちの訴えを、まあ、受け入れての審議入りになったっていうことなんですけども、もし、こちら審議に入るのであれば、まあ、新宿さんの言い分は、すでに聞いてると思うんですけども、このガナハさん、テドコンさん、ヨダさんの言い分も聞かなきゃおかしいですよね。例えば、犯罪事件が起きた時って、警察にしても検察にしても、加害者、被害者の両方にちゃんと事情を聞くじゃないですか。はいはいはい。その上で、裁判、まあ、裁判でも加害者、被害者のに、事情を聞いて、まあ、それで、有罪か無罪か、まあ、有罪の場合はどれだけの軽量化を決めるっていうことになると思うんですけども、はいはい。はい。この犯罪者にすら認められている、弁明の機会を、この BPO が与えないということになってしまうと、そうですね、この BPO の、まあ、存在意義、まあ、中立性もかなり疑われることになりますよね。そうですね。あっちを立てれば、こっちが立たぬんじゃなくて、はい。あっちも、こっちも立てる。中指は立てない。ね、加山さん。加山さん。なんでそこで加山さんが出てくるわけ、まあ、最後に放送事故だよ、これ。まあ、中指立てないで、どっちも、言い分をちゃんと平等に聞きましょうよってことですね。そうですね。まあ、しかもこの BPO が、当初話し合いなさいって言った時に、新宿さんたち発狂してたんですけども、まあ、普段国との問題を話し合いで解決しなさいって言ってるのに、まあ、自分たちが話し合いをやらないというのは、これは矛盾してますよね。はい。話し合いで、何事も話し合いで解決するっていうふうに言ってるんだったら、もう自分たちが率先してそれを手本を見せるべきかなと思いますね。はい。もうそろそろ時間も押してるということで、はい、まあこれで、まあ今日の放送終わります。そうです。はい。今日も、いろいろ。皆さんお聞きください。なんとかテドコンさん不在でもやっていきました。はい。でも来週はテドコンさんが帰ってきますので、はい、ぜひ来週もまた聞いてください。ね、来週も皆さんよろしくお願いいたします、はい。よろしくお願いします。それではごきげんよう。さよなら。おやすみなさい。